こんにちは、もたいです。楽しみですね。そう、楽しみ、すごい今楽しみを押し付けているけど楽しみですね。どうしよう、変わらないな。画面が次に行かない。なるほどね。そうだよね。あんな国神くん見ちゃったら今1億人が押し寄せているもんね、このサーバーに。あ、申し訳ない。ちょっと時間ずらせばよかった。気が使えなくて申し訳ない。ちょっと一回休みますわ。休みすぎましたわ。休みすぎまして、あと15分ぐらいしかちょっと時間がないのに、何でやってんだろう。帰ってきてからやればよかったよ。何やってんだろう本当に。あ、仕方ないんだよ。だって国神くんがねえ、あの夢あの、なんだろう、もう妄想、私の妄想だったらどんなによか、違う、よくないよ、よくないよ、現実だからよかったんだよ。そう、もう本当にありがとうございます。もう全員分できればやっていただきたいけれども、ちょっとそこまでね、あの言えないっていうか、もう私もちぎりくんの前で何言ってんだろう。最推しの前で他の男の話をいっぱいしちゃった気がする。君の話だよ、国神くん、ね、めちゃくちゃいいでしょ。え、ちょっとフリルが見える。あ、国神くんの筋肉にフリルをまとわせてくれる時代になったんだ ね。ありがとう、なんか大パンしちゃった。では行きますか。なんかどうしよう、ちょっとリンくんのお顔見たら若干正気に戻ってきた。正気でガチャなんか引けないのに。ふんふんふん。あ、そうそうそう、サイくんもね。だから、あの、今回ね、あ、いいな。そう、うっとりしてる場合じゃない。その、サイくんか、国神くんが出てきたら、ちょっと終わりにしようかな。もうなんで行きがけにやろうとするんだろう。なんでだろう。行きましょう。持ち込んでる場合じゃないの。とりあえず引いていかなくちゃ時間ないって自分で言ってるじゃん。ではね、まず引いていきますけれども、まずこの才能の覚醒ガチャから行こうかな。どれだっけ？どれだっけ？あ、こっち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 。ではこっちから引いていきます。12連ですね。まあどちらもね、音谷くんとカラスくんはお迎えはできてはいるんですけれども、引けるんだったら引きたいよね。さて、お願いします、イサギくん。お願いします、バローくん。え、よくないですか？先行きが。いいですよね。三確定ですよ。いや、気持ちいいぜ。やっぱゴールネットは何度破っても止めらんねえな。たまんねえよ、このゴールネットを焼き切る瞬間はよ。さてと。急にちょっと荒い人になっちゃったけど。あれ？誰が来てくれるかしら。ピンポン、下手くそ。最悪すぎる。最悪の早押し問題だった。うん。私、下手くそ率結構高いんですよ。うん、言葉として自慢できるかはわからないけど、結構下手くそは来てくれますね。やっぱどうかな。やっぱ、でもどうだろう、もう下手くそって書いてあるんだもん。さて、国神蓮介くんのお時間ですね。でもね、あんまりね、がっついてガーガー行きすぎると国神くんドン引きしてマジで来てくれないと思うんだ。え、もう遅い？遅かったかもしれない。もう初手から行ってたかもしれない。いや、いいじゃん、国神くん。1億と1人目の私も、お邪魔させてくれよ。いや、なんか多分言い方ミスった。おそらくミスっている。ちょっと待って。国神くんの好きなタイプだよね。おっとり可愛らしい人。受け入れてくれよっていう、おっとりという、可愛らしい人は世の中に存在しないかな。大丈夫、まだあと1回分ありますからね。なんならジェムもある。頑張る。塩らしく行きますわ。大丈夫、私もできますから。ね、国神くん。おっとりと可愛らしいもたいだもん。ねえ。いや、ごめん、崩れちゃったけどさ、なんかもうギャグみたいにやった後にさ、来るとそれはそれでギャグなんだって。まあ、来てくれたのになんて言い方なんだろう。おっとり可愛らしいって何なの。いや、でも今回多分3は来ないかな。破れてないしね、ネットって破りたいな。おっとりと可愛らしいとは。ちょっと待って、まあマジで喉と気持ちの調整が必要だわ。普段の自分とかけ離れている。いい、今だけでも偽る、今だけでも偽る。なんでもないよ、国神くん。よし、今だけでも偽っていくわ。とりあえずね、ガチャだよ、ガチャ。なんだろう、私の動画の中で一番治安が悪いかもしれない。私が出してる動画の中で一番治安が悪いかもしれない。なんでだろう、なんでこんなに荒れ果ててる。あとね、まだ若干夢だって疑ってる。こんなにさ、その願いすぎてた国神くんがタキシードとやらを着ているんだよ。いや、でもね、残高が減っていたから多分夢ではない。あ、おっとりと可愛らしいというのを忘れていたわ。もうなんか前のめりの目標。
前のめりのめひょう。今日はもうとりあえずサイくんか国神くんが来てくれれば。なんで私毎回時間がない時にやるんだろう。サイくんか国神くんが来てくれたらとりあえず家を出る。それまでは絶対家を出ない。遅刻だよ。遅刻だって。そうね、あとできれば5分で出たいけれども。まあね、嫌だわ。二人のうちのどっちかが出てくれるまで動かない。ここにいるの、やだ、出てくるまで動かねえぞ、こんな。わぁ。わぁという恫喝により、国神くん、かっこ星1は来てくれたけれども、星2も来てくれた。あとちょっとなんだよ。あとちょっとなんだ。恫喝って聞く？いけないよ。いけないよ、恫喝は。でも欲しいんだもん。とりあえず、課金。毎回この、待ち受けトップガのリンくんで、正気に戻りそうになるんだけど、その状態でガチャなんか引けっか。忘れろ、リン君の笑顔は。いや、それは知らない。リン君の笑顔は知らない。違う違う違う、もう国神君の前だったら頑張って私猫だってかぶるよ。すぐに剥がれて化け猫ですにゃんってなるかもしんないけど頑張ってかぶるから。私できるわよ、国神君のためだったらかぶれる。ありがとう。でもちょっと待って国神君、あと星が2つ足りない。ごめん、来てくれたのに。あともう1個、もう1個だ。国神くん、私できる、待ってて。今日は帰りたくないな、とかでしょ。なんでだろう。なんでなんかそういった女性をやると国神くん来てくれるんだろう。それはそれで君が騙されやすいんじゃないかって私は心配になるよ。今日は帰りたくないなって言ってる人はもう帰らせとけ。家遠いんだっけ、頑張れって言ってお返ししろ。今日の私はもうなんかわかんないけど荒れ地なんだよ。ワールドカップ優勝の夢は俺が初めて自分で見つけた宝物だ。え、タキシード二人じゃない？いや違うのは分かってるけど、だって清掃じゃん、白じゃん。よかった、二人は来てくれたわ。ありがとね、二人とも。大好きだよ。これでずっと一緒だね、私たち。よし。いやもう国神くんというかもう、今回星さんが、そうだね、下手くそ以外来ない反動でちょっと重たいがやばい。ワールドカップ優勝の夢は俺が初めて自分で見つけた宝物だ。確定では？そのためなら。よかった、一気も二人というか4人も来てくれるなんて。ずっと一緒にいようね。大丈夫、私も同じ気持ちだよ。いいですね。いやなんか文句言えなくなったよね。いや、今まで文句じゃなかったよ。ただおっとり可愛らしい人私ができなかっただけ。あ、チャンスも終わった。いや待て待て待て、まだサイ君も来てないぞ。サイ君も国神君も来てない。あ、私ちゃんとサイ君出てるやつ弾いてるかな。おそらく弾いてない、おそらく弾いてないですわ。弾きますか。家出たくない。もう帰りたくないなじゃないよ、家から出たくないなだよ。ちょっと待って、課金してくるね。そうね、残高が減っていたから夢ではないね。確認の仕方が嫌だわ。来てくれたら嬉しいな。やっぱり国神君騙されやすいのでは。国神くんかサイくん、国神くんかサイくん。もちろんね、あのナギ&レオも4人こちらで人質としてね。人質なんだ。最悪すぎるよ。そう、どっちかが来てくれた私だって文句言わないよ。まさかのサイくんの方が来てくれた。死んでも嫌っすね。待って、断られてない。断られてんだけど私。気持ちいいね。え、サイくんに断られてエンド？いいですね。いや、私としては最高ですね。ありがとうございます。いや、サイくん。なんか、いや、すごくモタイ的にはめちゃくちゃ今ハッピーよ。どっちか来てくれれば、とりあえずモタイが、その、満足できるので、やっと家を出れますわ。よかった。このガチャ動画どうしよう。出そうか迷うレベルな気がする。過去一やっぱり、治安が悪い。あと、滑舌が悪い。あと、皆様の幸運にもあやかりたいので、もしね、ゲットできたよとか、お迎えできたよって方がいらっしゃいましたら、全然コメントください。